ホームゲーム愛媛 FC、 ホームでの勝利は8月22日の大宮戦に遡ります。自分たちの戦い方が正しいことを体現しなければならない90分です。左から右に攻めるのが白のユニフォーム、ザスパ草津群馬、右から左に攻めるのがオレンジのユニフォーム、愛媛 FC です。ここは右サイドからクロスを上げれた、上がってきた、グラウンダーのクロス、シュート、岡本がなんとかしのぎました。しかしここうまくこう2列目から飛び出していってですね、はい、ここのパスの精度高かったですね。ちょっとミートしない、どういうボールの質、ストレートなのか巻いてくるのかですよね、はい、お前が、ゴール前、シュート、クロスバー、まだあるか、群馬決定機、そして群馬コーナーキックから最後は岡村、ここですよね、枠に行きたかったですよね、ゴール奪いたかったシーンだったと思いますね。前自体は山瀬がボールを持ちます。山瀬から長沼、長沼対船津、長沼は体を入れてまだマイボールにします。長沼ボールを持つ、まだ持つ、シュートに行った、フィニッシュまで行きましたが清水が触っています。まあ、こういうとこね、インフロントにかけてっていうところは得意ですよね。ハーフタイムでのその群馬右サイド、船津が上がります。船津はダイレクトでクロスを上げた、折り返し、まだある、大前のシュート、左からのコーナーキック、大前入れてきた、選手に合いませんでした、まだある、このボールを愛媛は有田のところですが、小島、そして代わって入った平尾、シュート、決まりました、白石智之。小島が頑張ってね、このシーンを作りましたよね。小島からこれダイレクトで非常に巻いたいいボールが入りましたんでね、はい、途中交代の両選手によってこのゴールは生まれました。群馬が先制をします。群馬がボールを持つ、そしてここでホイッスル、愛媛 FC 対ザスパ草津群馬、20位と21位の